韓流っていう言葉を使ってるのが日本しかあんまりないんですよ。ブームとか言ってんじゃなくてずっとあるんじゃないのっていう、うん、僕の気づきです。入り口がもう韓流じゃなくてそのメディアのトップランカーっていう形で入ってくるので、もうそれが韓国だか日本だか中国だかもうどうでもいい。もう日本の過去のドラマのいいとこも全部入ってるし、うん、そういうとこかなり研究してるんですよ。だからもう定着なんてもう考えてませんよ、日本のこと。踏み台ですよこれは。韓流コンテンツは日本に定着し続けるのかということで、皆さんのお考えを見ていきたいと思います。フリップお願いします。どうぞ。イエス、あ、もうが出た。菅さんイエス、赤石さんイエス、成田さんイエス、さん吉村さんはノー。あ、ノーだ。ノーノーノーですよ。分かれましたね。はい、どちらの方からいきましょうか。ね、もうやっぱりもう触れてほしくてしょうがないでしょ。赤石さんいきましょう。赤石さんイエス、イエスじゃなくてイエスオアイエス。それは何ですか。これ TWICE の曲名で、はい、書いてますね、はい、バイ TWICE。 いい曲ですよね、本当最高。でもうね、あれなんですよ、ちょっとね、イエスノーとかなんかそういう次元でちょっとこう語ってほしくないっていうか、うんうん、もう必然的にもう来てるし、うん、でもうこれ第3次なんですよね、うん、数えると第3次韓流コンテンツブームで、うん、で3回来たらもういよいよもうそれってブームとか言ってんじゃなくてもうずっとあるんじゃないのっていう僕の気づきです、うんうん。でなんか今回こう本当にこうブームでなったっていうよりかはなんかこうそこにこう、ね、ずっとあったものに気づかされたっていうかね、うんうん、だから発見って感じなんですよ。なんか もうそこにこう あるところにこう行き着いたなみたいな。で故に、もう定着実はもうしてて、でそういう事実にこう今日本中気づいたんじゃないかなっていうのがまあ私の意見ですね。うん、特にまた音楽に関しては世界中が今、もちろんパラサイトも含めて映画でアカデミーを取ったのはありますけど、うん、なんかあなんだすごかったじゃんって、うん、であとブームって言っとけばちょっとほっとしません。そうそう、自分のアイデンティティが保たれたような感じがして、うん、上から見れるじゃないですか。あのブームなんだよね、うん、ってことはイコール去るよねっていう言い方なんですよね。そうですね、今正直に言いますと世界的に韓流という言葉を使っているのが日本しかあんまりないんですよ。なるほど。で今韓国コンテンツ、韓国エンターテインメントという言い方に変わってきてるんですね。っていうことはもう私もこう書いてるんですけれども、うん、もうブームっていうことはもう何回も経験しているので、うん、そこから定着に持ってきてるんですね、うん、でじゃあこれからどうなっていくのか、すでに定着している状況で、うん、今後はもう当たり前になってくる、うん、なのでディズニーとかどちらかとアメリカのハリウッド映画が入ってきた時に作品ごとに盛り上がったりすること、うん、アーティストごとに盛り上がることはできるんですけれども、これをまとめて韓国コンテンツ、韓流コンテンツって言い方でいいのかっていうのを考えるっていう時期に来てるんじゃないかなって思ってます。イエスできました。成田さんもまさにイエスね。ここも結構、ま、かなり近いんですけど、うん、はい、下手したらもう数年経ったら韓流って言葉すら消えて、うん、もう当たり前すぎて、で例えばそのネットフリックスとかでパッて見た時にもうランキングの上位にいる、トップにいる、うん、で今スマート TV が浸透していって、うん、もうテレビのリモコンにネットフリックスポンとした瞬間にいきなりあれがダンって出てくるわけですよね、はい、で多分ちっちゃい子からしたらネットフリックスのコンテンツとかネットフリックス流行ってるからとか、うんうん、Spotify で流行ってるから聞くとか、そういう入り口がもう韓流じゃなくて、うん、そのメディアのトップランカーっていう形で入ってくるので、もうそれが韓国だか日本だか中国だかもうどうでもいいっていう世代が、うん、コンテンツを消費してくるのかなと思ってるんですね。で例えばアニメとかゲームとか皆さんご存知ないかもしれないですけど、日本で放映されてるアニメとか、うん、日本で人気のゲームが、例えば、まあ、今回で言うと韓国じゃないですけど荒野行動が中国のゲームなんて気づいているとほとんどいない、うん、確かに、まあ、そのぐらいやっぱりシームレスになってるっていうところもあるので、うん、まあ、そういったことが普通に行われていくんじゃないかなって、うん、はい、個人的には思っているので、ね、結構同意見で韓流って言葉すらなくなるんじゃないかな。そうですね、実際に正直に言いますと、うん、アイデンティティのところで制作するお金さえ韓国が全て出しているわけじゃないんですよ、うん、もう徐々にいろんな国際的に中国だったりアメリカだったりするところから資本が入ってきているので、うん、これを全て韓国のものだと言えるのかっていうところもどん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 大きくなってくると思います、うん、ね、まあ、曲作ってるのね、北欧の DJ が作ってます。そうですね、だから EDM の流れをこう組んでる曲が作れるのもやっぱそこのこうメッカの人たちが携わっているから、だからもうグローバルコンテンツですね、すでに。そうですね、まあ、すごく分かりやすく言うと特に20話ね、今僕ずっと深夜番組もやってたんで、はい、まさにあれ韓国お金ほとんど出してないですからね、うん、もう他のところは出して、うん、
ほとんど出せないです、あれはもう。だってしかも日本人でやってる、うん、言ってみれば韓国って JYP さんだけですからね。そうですよね、だからそういう中が20なんで、あれが果たして韓流なのかって話なんです、うん、はい、んここまで来てイエスの中全部まくっちゃうんですよ。吉村さんノーですけどハードル上がってますよ。いやハードル上がってもうノーですね。ノーもうそれどころじゃないですよこれは。逆ノーだ。逆ノー、もう日本を踏み台としてね世界に飛び立つんだっていうことも日本の定着なんかどうでもいい、もうどうでもいいですよ。もう今日本に出してもノウハウをいろいろ勉強してそれでも世界に打って出るな、そういう形ですから、うん、もうびっくりしたんですよ今回、まあ、1回普通にドラマ見て2回目3回見た時にちょっと待ってと、もう日本の過去のドラマのいいとこも全部入ってるし、うん、そういうとこかなり研究してるんですよ。バラエティもすごい今レベル高くなってるんですって、うん、だからもう定着なんてもう考えてませんよ日本のこと。踏み台ですよこれは。皆さんとんでもないこと起きてますよこれは。何本ぐらい見たんですか。いや2本ですね。2本ですね。早いと見てないじゃん。それ2本だ。一昨日見た。一昨日2本見ただけで。じゃないですか。一昨日2本見てこれ気づきました。いやでも明後日飽きてるよあの人と。いやでもこの恐怖は感じました。まあでも本当そうですよね。それどころじゃない。でもちょっと違う脳なんですよ佐々木さんは。いや私もあのちゃんと見てるんですよ。だってイテウォンクラス大好きだし、愛の不時着も大好きですし、毎日 Spotify で聴いてるぐらいハマってるんですけど、ちょっと皆さんに聞きたいのが次って何なんですかと、うん、でハンさんがね次に進める10本とか書いてましたけど、うん、なんかね見る気がしないんですよ。なんでですか。見ればいいのに。わざわざ見る気がなんかそそられない。だからこの2本はすごくて私もハマったし、うん、日本の人もいっぱいハマったと思うんですけど、うん、なんか意外と、あ、音楽は違いますよ。ドラマで言うとなんか続いていかない気が私結構していて、うん、あ、モグリだな。モグリ、いや、モグリだよ。ほとんどの人モグリみたいなもんでしょ。ネットフリックスって去年時点で会員って300万人ってざっくり言われてたじゃないですか、うん、日本で、うん、増えたとしてもせいぜい400ぐらいですよね、うん、で見た人半分として200万ぐらいですよ、はい、テレビに比べて200万人見たって確かにそんなでかいですか。確かに一応テレビだったら 2%とかってことになりますね、うん、港区視聴率は高いかもしれないですけど、日本全国でそんなに見てるかっていうの、このアップデートね一回200万いきましたもんね、うん、行きましたよね。行きましたもん。じゃあこっちの勝ちですね。ちょっと課題評価されてないかなと、うん、私見た上で言ってますよ、はい、めちゃくちゃ学ぶとこもいっぱいあるし、質問いいし、うん、でもなかなかじゃあ、 あの大河ドラマだ、はい、朝の連続テレビ小説だっていう風な、うん、日本国内で言えばですよ。そうなんです。これちょっと日本国内で言えば限定で言ってますけど、うん、ちょっと世界の話ちょっと置いといて、うん、ちょっとハンさんが怒ってる感じ、ね、そう、あ、怒ってはないんですけど確かにそうそう、確かにドラマはそうですね、うん、ドラマは正直言うと実感が結構かかりますよね、うん、20話まであって、うん、1話で1時間半ぐらいするんですよ。長い。これって、ね、忙しいとは見れないと思うんですけど映画とか K-POP を考えた時にはもうこれはまさに定着し続けるじゃないかっていうところには来てると思うんですよね、うん、K-POP は行く気がするんですけど、うん、映画ってパラサイト以来なんかあります？これから多分いろいろ出てくると思って、うん、あれですね、結構前から首里があって、そうです、 JSA でしたっけ。そうですね、あれもあって、結構前からハリウッド方面に向けてやってましたよね、うん、オールドボーイとか、うん、そこら辺が結構、うん、そうだ、パラサイトのポンジュノ監督のなんか、まあ、フランスと一緒に作ったスノーピアサーっていう映画があって、うん、でそれもすげえ面白くて今ネットリストでリメイクされてるんですよね、うん、で僕は、まあ、なんかポンジュノ版が好きですけど、うん、でまあ、韓国 の、 そのまあ映画監督になれる人ってもう20代の前半で決まっちゃうんですよね、うん、そうですね。そう、あなたは監督、あなたはあのなんだろう、アシスト側っていう風にもうそんぐらい若い段階で決まるんですよ、うん、日本っていまだにやっぱ徒弟制度的というか、うん、長らくこうやってきた人にじゃあ監督やらせましょうかみたいなカルチャーと全然違うからやっぱグローバルで戦える。でもあえてあの、うん、佐々木さんだけ乗っかりますけど、はい、でもやっぱりこのニッチだと、うん、逆に言うと、うん、あ、はい、韓流好きねとかあのちょっと分ける日本人はですよ、うん、多いと思います。これ正直言うと日本人中国人ぐらいじゃないですかね、うん、そういう風にしてるのはって気がすごくするなっていう、うん、なんでかというとちょっとピクトロで一緒にこう海外回ってみると、うん、あの最近ね、うん、お宅のところのもの流行ってるねって言ってきて普通に BTS とか、うん、あれは、うん、でもあっちからすると、うん、同じアジアとして頑張ってるねってことなんですよね、うん、実は、うん、でも僕たちはどっかでまだ負けるかっていう人口半分のあの国に負けるかっていう変なプライドはちょっとあってあの質を見るのをやめてるところがあるんですよ。そうですね、でなんか理由を言うんですよ、うんうん、そうですね、私が今日本に来て9年ぐらいいるんですけれどもやっぱり自分自身もですねちょっと気をつけたりするんですよ日本で発言するときに、